としたら。この前さ、ヨッチの顔組作ってみたらどうかなっていうのをさ、動画内で言ったじゃん。言った。コメント欄見た？めっちゃ来てたね。ヨッチの顔組ぜひ作ってほしいと、うん、言ってた。コメントが来たので、うん、今回は、はい、ヨッチの顔組作ってみたいと思います。イエーイ。ママ研究所、アチとチヨチです。こんにちは、えっちゃんです。どうやって作るのかね。良い子は絶対に真似しないでほしいんですけど。いやいや、そんな危ない、そんな危ない。ボンボン TV よく使ってるシリコン口腔で型を取りたいと思います。あれか。そう、手とかにつくとね、しばらく落ちないあいつですね。まあね、ラップとかを使って顔には絶対につかないようにするんですけど、皆さんはね、ちょっと危険なのであまり真似しないようにしてください。それではね、材料はこちら。コーンスターチ、ボール、シリコン口腔、以上です。まずはコーンスターチをこのボールの中に入れちゃいます。コーンスターチを入れられたら、続いてシリコン口腔ガンでシリコンをたくさん出していきます。それでは早速これをコーンスターチでまぶしながらね、混ぜていきます。パン生地をこねるようにひたすらこの作業をしていって、まあ耳たぶぐらいにします。はい、このようにですね、塊になったら OK です。型を取る元ができたから、はい、ここにヨッチが顔を突っ込みます。うーん、せーの、グッ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 。あ、自ら頭を押さえていくスタイル、すごいよ。ちょっと一旦出てみよっか。うわー、いやー、なんとなく来てるかな。鼻水ついたかもしれない。あ、ちょっとマジかな。まあ、あとのね、微調整は私がヘラでやっていきたいと思います。かなり調整して人の顔っぽくなりました。超グミにするの楽しみだわね。ちゃんとこの型がね、出てくれればヨッチにはなるはずです。確かに、このメガネかけときも何でもヨッチになるような気がしてきたけどね。うんうんうん。じゃあこれを1日ほど乾かしておきます。じゃじゃーん。うわー、もう綺麗にできてるやん。すごいね。はい、じゃあせっかくなので、この型にグミの液を流し込みたいと思います。はい、はい、それじゃあね、グミの液いつもと同じような感じで作っていきたいと思います。オレンジジュース 200ml をまずここの中に入れます。はい、これを電子レンジで温めます。はい、はい、こちらです。はい、そしたらね、ゼラチンを8袋この中に入れます。はい、続いて 300ml の常温のオレンジジュースを混ぜながら入れていきます。はい、そしてですね、この顔の型にこのグミの液を流し込みます。うわー、ついに。果たしてうまくいくのか。うわやっぱ斜め怖いね。斜め怖いな。ないかな。じゃあね、ちょっとね、別のプレートに置きました。はい、ね、流し込みます。剥がすのが楽しみですね。なるほどね。ちょっとね、じゃあ冷蔵庫で、まあ、1時間半ぐらい冷やしましょう。はい、固まったのがこちら。はい、できました。うぅ、バッチリ固まってるね。じゃあ運命の瞬間です。はい、周りを少し慎重にね、外して、うぅ、慎重に扱ってね。そんな僕を大切に扱ってくれるんだね。このヨッチのグミはね、大切に扱ってあげようと思って。ああ、顔のグミはね。ああ、そうか。じゃじゃーん。いやー、これマジでかー。あっちそっちヨッチです。なんかもう食べれないわこれ、自分だと思って、はい、リアルすぎて。食べて。はい、うわー、気持ち悪いよ。それはね、それぐらいね、立体だからね。よし、気持ち悪いよ。大丈夫だよ。ちょっと私はここら辺にしようかな。おでこの部分ね。はい、ぶっちー。うわー、ちょっとね。はい、それじゃあいただきます。はい、うん、うん、あ、おいしい。あ、うまい。あ、オレンジはおいしいな。うん、でも、うん、私はヨッチの顔のグミはいらないかな。じゃあヨッチ、これは記念に全部食べていいよ。うん、全部食べておきますんでね。うん、はい、ということでね、皆さんぜひこのね、顔グミ、型を作るのはちょっと大変なんですけど、皆さんもぜひ試してもらいたいと思います。他にも好きなものの形でね、型を取ってみても面白いと思います。それではこの動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんまたお会いしましょう。またねー。またねー。